高本紫倉彦、文化十年十二月二十六日は、江戸時代の儒学者、国学者、監視人である。肥後国学の祖と言われる。千七百三十八年、肥後国に、範囲、原田隆史の六男に生まれた。朝鮮の王族李隆史館の子孫である、広本家は、代々異業を家業としていた学校がなかったので、紫倉は十三歳の頃、広本家の養子となった。 紫倉和号で、名は、純字はことも喜び倉、形像、理淳、理紫倉とも称した。幼い頃より優秀で、被災にあふれ、感学者、秋山玉山は、日後にまた一四家生丸と称賛している。七百六十二年、紫倉は二十五歳の時より、阿蘇の宮所のに移り住み、数年間にわって、阿蘇家に伝わる古書休憩などを借りて研究し、 学問を深めた。1771年、藩校自習館訓導に迎えられ、1788年には自習館、第三大教授となった。藩に自習館に国学の講座を加えるよう訴えたが、初めは許可されなかったので、放課後の学者や自宅で、長瀬正ら希望者にのみ国学を教えた。完成の三期人の一人、高山被告郎が熊本を訪れた時、 高本紫倉と意気統合し、互いに和歌を吟じ合っている。1797年には、皇帝の一人である、長瀬正樹と共に、伊勢に行き、元織のり長と交流している。鴨のまぶ門下の双壁である、村田春海、加藤近ゲラとも信仰があった。1916年、聖五位を追蔵された。万象愚跡高本紫倉は、若い頃数年間にわたって、 阿蘇に移り住み万象炉という名の世を結び、阿蘇家に伝わる古書旧記を借り受けて読み、国学や和歌を研究した。現在、その旧居の跡地に紫倉が読んだ和歌を刻んだ記念碑が建てられている。人の世は変わりいけども山里の和が松風は、今もふくらしい熊本教育振興会、日後の人物物語熊本教育振興会事務局、1988。 68ページ、熊本日日新聞社編纂熊本県大百科事典熊本日日新聞社19、1982、524ページ、熊本県教育委員会編、熊本の尖閣者たち、集拓未社、1968、4ページ、鈴木隆編、熊本の人物熊本日日新聞社、1982、108ページ、熊本教育振興会、 日後の人物物語熊本教育振興会事務局198869ページダジり左辺増位所見伝造保番上特使増位年表 P41 番ロアと、2013年11月10日閲覧ありがとうございます